おいっす、こんちはメリーです。それでは最上階やっていきます。ちょっと今回はさ、最上階までは初見とかやってたんですけど、今回はそれはなしで、もうクリアするところだけ行けば見せれればいいかなと思います。最初は整地しまして、ちょっとね、闇が、最初はちょっと今1コンボもできなかったのは申し訳ないんだけど、整地してから、まあ、6コンボな、6コンボすればいいのかな。6コンボできてたかちょっと怪しかったけどね。でもあとは普通に突破してあげます。火力出さないと半減されるときついね。これでいけるかな、とりあえず。よし、 OK。 でアポロでちょっと耐久します。だいたいこの辺が、もうでもだいぶ溜まってるから、あと一旦耐久したらいいかな。こいつがあと1になれば大丈夫なんで。こいつ非常に耐久しやすいキャラなんで、ぜひね、スキルを貯める必要があるパーティーであればこいつで貯めるのがベスト。でここでベルダンディ使って突破していきます。でこの次にラインガルダくんが出てくるんで、ラインガルダくんは根性持ちなんでね、ちょっとハートは気持ち残すぐらいでいった方がいいんですけど、 OK かな。まあ6個あればいいんですよ、根性に対策できれば大丈夫。でここは読みのスキルで操作延長してしっかり組んでいきます。こんなもんでいいかな。まあ大丈夫でしょう。でここはベントノワール使って覚醒無効を解除しつつ、エンハンスももうここで使っちゃって突破していきます。ちょっと火でアッコは抑えます。はい、でボス、これ使ってまあやることは一緒ですけど、こんな感じでいくかな。はい、どうかな。よし、 OK。 あー結構苦労した。結構ね、学校火力必要なんですよね。今ので10コンボ11コンボはいると思うんで、ゼウスバース作ってないから作んないと。よし、ということで今回は無事終わりました。神結び強し。